はい、こんにちは。日本改革党、くつざわです。中様、ご支援ありがとうございました。昨日のですね、保護犬、保護猫削減が予想以上に受けたんで、まあ、獣医だから知っている保護犬、保護猫を大量生産するのは極端に低所得の人、知能が低い人、極端に。例えば、養護学校行ってたような知能の低い人、まあ、こういう家庭はですね、健常者の親がいるうちはマシなんですが、そうでなくなると途端に家の中で犬10頭も増やしちゃったりなんかして、産ませちゃったりなんかして、たちまち増えます。で、飼えなくなって、で、保護団体に、助けを求めて、飼い主の急死や超高齢化で飼えなくなったは今後は増えていくでしょうけれども、今は率的に少ないです。率的には非常に少ないです。やっぱりね、犬も猫も15年ぐらい生きますから、70の声を聞くとですね、一人暮らしの、特に一人暮らしの、方は、もう飼えないな、私の方が残していっちゃうようになっちゃうな、考えて、まともな人はね、まともな人はそう考えて飼うのをやめることが多いであります。頭がまともでない人はそれでも買っちゃうんですけどね。なので、前日の人らに啓蒙が必要、場合によっては飼育の制限、あんたもう飼わねえ方がいいよって権力を持ってやめさせることも必要かな。低所得世帯は不妊手術代全額補助の代わりに義務化、手術を義務化すとかね。低知能で高所得世帯はそうそういないんで、まあ低所得世帯、まあ例えばですけど住民税免除世帯、年収200万円以下ですか、まあ、年金世帯も含まれますね、多く。こういう世帯は手術代出してあげるから、その代わり必ずやんなくちゃダメだよ、っていうようなことをですね、四苦八苦してる保護団体もですね、まあ不妊手術代を全額出してあげるとかね、どちらもですね、動物病院に直に支払って本人に渡さない方式で不正受給を防止する。獣医はまあ嘘ついて不正受給したらそれはそれで重い詐欺罪に取られるわけでして、まあ保護団体にですね、これでやってなんつって1000万2000万ボーンって渡すと、コラボみたいなことになっちゃいますんで、まあ、手術した数だけねっていうことで、そうするとですね、まあ動物病院に個々の動物病院と、役所が連絡取り合うと大変なんで、まあ都の獣医師会であるとかにまとめさせて、取引するっていうか、連絡し合うっていうのが現実的だと思うんですけど、そうすると手術する側と、手術お願いする側相互に監視し合ってですね、あれ数合わねえなんていうことも、できるんじゃないか、不正受給防止できるんじゃないか。あとは狂犬病未接種は犯罪ですなんていうアナウンスカーを走らせるであるとか、パンフレットあちこちで配りまくとか、看板立てるであるとか、これで低所得世帯の多頭飼いをちょっと抑制できるんじゃないか。狂犬病注射代も出せないような世帯はですね、5頭も6頭も飼えなくなるんじゃないか。あと忘れていけないのがですね、頭が悪いブリーダー、こちらは10頭以上飼ってるとこは定期的に立ち入り調査、保険立ち入りできますっていうのを実施できるように、すればいいんじゃないか。狂犬病予防法に基づいてですね、保健所も巻き込めばコストもそんなにかかんないでしょ。10頭以上飼ってるようなとこはちゃんとね、登録、狂犬病の注射打って登録している数と実際に飼っている数が合うかどうか保健所が立ち入り調査できる。今でもできるんですけど、実はいついつ行くからって言っちゃうんですよ、保健所さんは。そうするとですね、まあ20頭飼ってんのに10頭しか狂犬病の注射打ってない、お金もったいなくて、あるいはお金が苦しくて、
なんていうとこは10棟どっかに、立ち入り調査の日だけ10棟どっかに移動すんちしちゃうのね人んちとか預けたり、それほどやるんで、まあ本当に抜き打ちで行けるようにするとかね、これらが獣医が考えた実効的な保護犬保護猫減らし策です。なんか穴ないかなっていう感じなんですけどもね。厚労省発表、国保情報とマイナンバーが一致しない約40万人について調査開始、8月17日、昨日っすか。共同通信の記事は、なんかゴニョ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 書いてあって、不明瞭でなんか一致しない理由がよくわかんないであります。意図的にゴニョゴニョ書いてあるんだか、それとも自分らでもわかってないんだか、共同通信。世論です。パヨ、あぶりだし。つまりこれが反対派か。日本人かどうかも怪しい。不法滞在外国人、ハラハラ。闇が炙り出されるのか。40万人も不正してたってこと？マイナ保険証は本名記載になるから余計に反対。マイナ反対勢力の阿鼻叫喚祭り。組織的な架空請求が行われている可能性も。まあ40万人もいたら金額も巨大になっちゃいますね、これね。徹底的に調べてよ、まともな人は困らない。マイナンバーに対する国民の不安を解消するためにも徹底的にやるべき。マイナンバーイコール国民番号ですから、まあ外国人にも配られますけど、国民番号と国民健康保険が一致してないっておかしいだろ。しかもそういう人が40万人もいるっておかしいだろって思いませんか？国民番号と国民健康保険が一致してない。おかしいだろ、そんなの。これを機にですね、徹底的に調べてほしいですね。そしたら共産党が急に弱っちゃったりして、急に弱っちゃったりなんかして、高齢化による党員と支持率急減ももうすぐですけどね。もうすぐですけどね。5年くらいですかね。高齢化による党員と支持者急減。5年ぐらい。シーカズをマイナ保険証使わない人は割り増しっていうですね、実質罰金にやっぱり文句言ってました。カード強要で命を脅かすとは何事だ。大げさな。いやいや、割り増しっつってもビビたる額だし、余円とかね額だし、それでも嫌なら全額負担すりゃいい。だから命を脅かすは大げさだよな。まあシーカズオの言葉はすべて共産党員向けの言葉であって、我々が理解しようとしても無駄なんですけれども、マイナ保険証移行は9割以上が文句言ってない国家事業ですよ。それに抵抗するね、それを拒否する被告民はペナルティがあって当然だよな。現行保険証は通名記載可能なんですけど、通名のみ記載可能なんですけど、マイナ保険証はですね、本名記載が必須になることも共産党が嫌がる理由の一つですかね。日の中歩けないで保護してるやついっぱい抱えてんでしょうからね。何にせよこの40万人は徹底的に調べてほしい。事柄的にパヨも反対しにくいですしね。電力大手全10社、都市ガス大手全4社、10月から値上げします。政府の補助金が切れるんで、ますますこれ内閣支持率、自民党支持率落ちそうですね、10月になったらね。世論です。岸田は悪魔やな。ガソリンについても岸田はだんまりだから、電気ガスもどうせ同じだろ。これだんまり決め込んでんのはトリガー条項をなくしたらって。トリガーなんではやんないのっていうですね、野党の声にだんまり決め込んで、補助金よりも税金下げろ。各社とも過去最高益を叩き出したんじゃなかったのか。補助金出すために増税します。食品と光熱費に消費税かけるのやめてくんないか。再エネ賦課金というのマジでなくせ。これでクリーンエネルギー推進とか言ってるのに腹が立つ。再エネ賦課金やめんかい。補助金出せなら増税だ。岸田だと本当にこうなりそうだから嫌なんですよね。食品と光熱費は消費税やめろ。これは賛成せざるを得ないな。あとは別にガソリン税って取ってんだから、ガソリンも消費税やめろよな。二重課税。
これらの消費税率が 10% で、なんで新聞が 8% なんで、おかしいだろ。オール電化にしちゃった家のですね、方は、冬季の暖房費がかさみそう。恨むなら財務省と自民党を恨みましょう。読売記事、コロナ中に差別を経験した都内在住の外国人は 30.5%。 内容は多い順に感染を拡大していると見られた。病院できちんと説明を受けなかった、感染対策していないと決めつけられた。冷たい視線を感じた。そうなんだ、はは。世論です。これ国籍関係ないやつだろ。日本人でも陽性者は強制隔離されたんだぞ。病院での説明が日本語で分かんなかっただけじゃないのか。いや、実際ノーマスクで出歩いてただろ。差別といえば何でも許されると思うね。まともな日本語話さないから説明してもらえなかったんでしょ。命かかってるのに差別だのヘイトだのって暇すぎ。テレビが毎日毎日ですね、都の陽性者数を発表するから休みも規制するんだ。都民差別は確かにありました。社会を破壊したいテレビの目的達成でしたよね。医者、陽性者数って、感染者数じゃないぞ。検査で陽性反応出てもそれイコール感染ってことじゃないぞっていうですね、指摘が散々あったんですけども、執拗にですね、今日の感染数はって、やってました。あ、嬉しそうにテレビがね、感染拡大していると見られた。いや、あのドアノブとかエレベーターのボタンにツバハ引っ掛ける中国人とかいたよね。感染を故意に拡大させようとしてたよね。あとはあのマスク買い占めて日本人には使わせないようにしてたよね。病院できちんと説明を受けなかった。説明されてもあの語学力不足であるとか低知能で理解できなかっただけじゃないか。きちんと説明って、そんなあの主観的なことを言われてもね、現に野党はですね、あの完全完璧に説明してもですね、納得できない、説明になってないって吠えまくってるじゃないですか。で支持率落として今もやってるし、感染対策していないと決めつけられた。実際にあのノーマスクの外国人多く見かけましたけどね。旅行者かもしれないですけどね。冷たい視線を感じた。それはあの被害妄想かもしれないし、心療内科の受診をお勧めいたします。そんな主観的なこと言われてもね。自民党のエリ・アルフィアみたくですね、正当な指摘や批判をですね、何でもかんでも差別って言ってる可能性大ですよね。あいつもひどかったですよね。最近はおとなしいんでしょうか。何でもかんでも差別ってわめいて失笑されてましたよね。バカは自分がバカって気がつかないからな。3年以上も続いたコロナの間ですね、差別を経験したのが3割ってことはですね、7割は一度も差別を感じなかったってことでしょ。これってあの世界的に見ても優秀な数字なんじゃないの。なんせ期間長かったんだから、3年もの間だったんだからさ。日本は世界でも相当にですね、差別の少ない国なんじゃないの。こんな国ないよ多分。読売はですね、日本は差別が多いって言いたくてこの記事書いたんだろうけど、賢い人は騙されませんよ。むしろ逆効果。じゃあ7割が差別がなかったって言ってんじゃん、優秀じゃんって、感づくわけで、まあ、あの北朝鮮と違ってですね、居住地選択の自由があんだから、日本が嫌なら引っ越せばいいんだよね。横須賀市主催の婚活イベント、太陽の下で縁を結ぶソレイユの丘でランミーティングアットマーク横須賀。なんじゃそれっていう、そこの脱線ネーミングは。男性応募者多数だったんで、35人から12人を選抜したが、誤ってそれ以外の23人を招待したことが事前に判明し、イベント中止になりました。バカでーって感じなんですけど、県主催、市主催の婚活イベントやめろ。民業は圧迫だし、そんなことしてる場合が、減税しろ。民業っていうのは、あの、民間の結婚相談所やら、そういうとこですね。5割弱のあの、税負担率が高すぎて、結婚しない、結婚できないっていうのが明白なんだから、税金使って婚活事業って、本末転倒の見本ですよね。そんなことに金使ってねえで、1円でもいいから減税しろって話にね。記事には民間業者に言いたくてあるが、癒着じゃないのか。特定の業者にばっかり偏ってませんか。それにあの、婚活パーティーの成功率ってどんぐらいなの。
どっか調査してる。中にはですね、あの女性は全員プロの性売買目的の怪しいパーティー業者もいるんじゃないか。あの数あるこういう業者の中には、委託した業者がそういう業者じゃないって自治体横須賀市は把握しとんのかっていう謎もありますし、まあいろいろとあの文句を言いたい、記事でありました。というわけで、あのメール党員になってください。日本改革党を支えてください。月額990円です。動画説明欄もっと見るからあのご登録ください。で、あの毎日届くメールを読んで、賢くなりましょう。そこで得た知識をお知り合いにマウント取っても構いませんということで、デトックスジャパン。